よし、この夜星は光、救いの御子は御母の胸に眠りたも、夢安く。わかるでしょ、全部 100% ミートだから。市販のやつと全然違うわ。全然違うね、うん、勝ちましたマジで言ってる？マジで勝ちました。あの1700円です1700円です。おいさん俺1800円ですマジでうまい。ちょっとさ、お互いのやつをさ、そんなに言うんだったら食べてみる。うわー、いこの味がする。さあ、続いては加藤俊一くんの解説の時間ですけど、はい、どうしたんそれ。いや、なんか一応 YouTube 乳首ダメだなんかこんな女の子みたいなちょっと隠させてもらってますけど。わあ、ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ、ガーマタール取りますね、はい、そのタレ起こします、はい、俺出てました。いいけど、マジで顔やば。グッドサイズだろ、うん、かじってるぐらいじゃないだろこれもそうだこれやってるだろマジで今のいいベッドですね、うまいな。加藤さんガチの時は袖まくるんですよねまくってる確かにまくってんの本気もですね。いやマジピリピリしてる配信見てるみんなも多分。あ、キング来た。うわ、スタミナさん、キング。あ、つかんだ。スト、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 キング8、スト。さあ、加藤さんも J2。そこそこだね。レイズ4000。おぉ、いけ、うん、これ乗るんじゃないか。乗れ。コール。ナイス。ナイスコール。このコールの速さなんだって顔します。キング出るか。
出るか出るか6 9 9。おー、やばい、やばい、えぐい、好きだ、えぐい、ずっとこれがいるんだ後ろに。はい、ベッド2000。お、2000勝負分けんだ。お、お、見てるマジでわからんそのベッド2000ずっとベッド2000ですもんね。ホールド、うん、あ、でもナイスホールドだな。降臨には偉いな。うまい、まあ、ヒットしてるんだ。わかんねえ、それないぞ。ピンに9とかヒットしてたらいいけど。そう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 、そう、うわ、弱気だな俺。見つかり待ちまでありますね、今現状。あー、だいぶ今出てる数字が参加率ですね。あー、VIP。 うーん、はい、うわー、マジか。あれ、変に抑えたら、ずっとチェックしてたら加藤さん仕掛けてたら、食らってた可能性もあるわけだ。オールインとか食うのがあったかもしれない。中途半端にレイズせんほうがいいんか。ガッツ、あっ、うわー、ぶつかった。あー、見られてる。ジェイジー、これ、シャミナさんとも勝つやつ。シャミナさんとも勝つやつ。加藤さんもそういうの入ってるから。加藤さんもでも、でもスートなんで、フラッシュの可能性もあるし、ストレートも、それでも16%。これ、ジャック落ちたらめっちゃいい。ストレートがストレートがかなり。これでちょっとオールイン。あっ、おお、いけ。これいいんじゃないですか。クイーンもあるから。マジっすか。はい、これコールできるか。そう、いけ。オイルなスタミナだろ。いけ、勝てる。これはいい。俺も、まあ、ちょっと言ってほしい。スタミナさんからしたらクイーン以外には勝ってるっていう状況ですからね。そうそう、クイーンに負けてるんで、コールしたらもう飛んじゃうっていうことを考えると、勝利づらい。必要なのがキングなんですよ、ね、また。僕がオールインしたら終わるってことですよね。そうよ、もう行けたら。でも、いつかは終わるから。いつかは終わるから。いつかは終わる。そう、いつかは終わるのよ。止まない雨はない。そっか。うん。これ一気に取れたぞ。僕が勝った場合、加藤さんはまだ残るってことですよ。そうね。受けます。おお、ナイス。受けた。かっこいい。コール。かっこいい。ここで決めてるか。いけ。すごい。何が出る？ストレートのヤンマ。これはでもキングで引かれちゃったら負けちゃうってこと。キングが勝敗を分けるキングなんですよね。キングに受けてキングに負ける可能性もある。いや、噛み合った。噛み合った。キング9が出てキング出たら引き分けですよ。出たらすごい。やめて。マジでこれやつキング出そうだ。え、マジで？おお。まだね、まだね。12番。最後は。最後は。8。現状は？8か13以外決めます。頼む、83以外。気持ちはすごい。何でもいい。やった、キングだ。やった、キングだ。やった、キングだ。キングだ。やった、キングだ。キングだ。やった、キングだ。やった、キングに勝ってて、キングに負ける。ここないっすね、真の王者。マジか、やっぱキングだ。そっちにいたんだ、王様。筋書きの王者。来るの面白い。いやー、できすぎやな。できすぎ、え、できすぎでしょ。すごいですね。いや、もう完全にもうキング落ちたらすごいフラグ立てたけど、まさかそうなるとは思ってなかった。え、何パーっすか、キング。オールインしない方が良かったっすか。じゃあ、ぶっちゃけ、セオリー的には。でも相手の分からないですもんね。ただのヤバいやつになっちゃったんです。純ちゃん出てきてもらっていいか。ただのヤバいやつ。俺警察に捕まるくださいもん。これどうですか。あ、でも全然上からの光がとか来たら割とスッキリ見えると思います。あ、そう思われたらその気になってきますけど。ちょっと男のフィジカルが隠しきれてないから、これ。肩がね、肩がさ、もう通んなくてさ。え、ちなみにちょっと、このワンピが前後逆なので申し訳ないですけど。え、待って、前後ろってことあ、そうです、そうです。これがね、あ、ごめんなさい。これがお背中に来る。あ、これ、そうなんです。逆に来てんだ。すいません。それさ、